い、せーの。はい、どうも皆さんこんにちは、ツナギーです。おい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 。というわけで本日はですね、いや、まあ、運悪い人は地獄の企画になってしまうかもしれないんですけども、何やるの、まあ、今から僕たち話題のナイトプール、なんかインスタやってる女子がインスタ映えとか言ってね、行ってるナイトプールに今から遊びに行こうというわけなんですけど、一つね、気になることがあるんです。女性用の水着、いわゆるスク水です、ね、男性が来たら入れるのかなって、シンプルに気になることなんですけど。じゃあ行きや、自分。お前がやったらナイトプール楽しみたいもん。それは俺が楽しみたいわ。まあなんかこう俺がねやるってのはいいんですけど、今回はじゃん負けで、最初はグーじゃんけんぽい。なんかごめんやん、ぜぇ帰らへん、失礼しやす。最初はグーじゃんけんぽい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。おっしゃ、すいません、じゃあ頑張ってください。いや、俺ちょっとやつは、それパールさん、謎の心理戦。最初はグーじゃんけんぽい。やれたらいいねんけど、ほんまにやらなあかんの。もう俺絶対やらへんで。頑張ろう。ルール。しゃあないな。というわけでまあね、かつてにね、スクミズを着てナイトプールに行ってもらうんですけどね、今からナイトプール行く途中の場所でね、スクミズ買って行きたいと思うんで、じゃあもう場面切り替わったらナイトプールなんで。ナイトプール。ゴー。はい、僕は。せーの。はい、というわけでですね、ナイトプールに来たわけなんですよ ね。すごいね、見る限りすごい。じゃあ早速入れるのか入れないかっていう検証ですから、まあ、入れたのか入れてないのか検証結果こちらでございます。わあ、入れました。無事に入場できたんで遊びたいと思います。行ってー。さあ入るぞ。インタビューしたいです。はい、いいよ。じゃあちょっとなんか話聞いていこうか。僕のスクミズ姿どうですか。超イケメンです。俺めっちゃ自信ついたんだけど。僕のスクミズってどう思いますか。めっちゃ可愛いと思います。めっちゃ自信ついたんだけど。僕のスクミズってどう思いますか。いやー、いいと思います、ね、待ってね、自信ついたんだけど。僕のスクミズってどう思いますか。あ、すごいコンビです。待ってね、自信ついたんだけど。僕のスクミズってどう思いますか。乳首が見えないですけど、やばいっすね。使わせたか。ああ、ピンクやんけ。めっちゃ自信ついてきたんだけど。あ、自信ついてきた。俺いける気がする。わあ、なんかいい匂いがする。俺は女の匂いだ。行くしかねえ。僕のスクミズってどう思いますか。めっちゃいいんだよ。気持ちいい。